エルンスト・ホーエンベルクは、オーストリア・ハンガリーの定位継承者、フランツ・フェルディナント・大公の次男。森林学者、ハンナチ活動家。1919年まで、ホーエンベルク公爵の称号を有した。全名は、エルンスト・アルフォンス・フランツ・イグナツ・ヨーゼフ・マリア・アントン。フランツ・フェルディナント・大公とその妻のゾフィー・ホテク、白爵夫人の間の、第三子、次男として生まれた。 両親の帰遷結婚により、エルンストとケイシュは二重帝国の定位結晶権は、愚か、ハプスブルク家の正式な聖員とすら認められなかった。1914年に両親が、ボスニア訪問中に、民族主義者のテロにより暗殺されると、指定は、母方の親族に引き取られた。王子の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は指定をただ一度王急に。 呼び寄せた霧で、孤児たちを引き取ろうとはしなかった。エルンストは成長すると、ブルックアンデアムールで臨学を学んだ。エルンストは、兄のマックスと共に、ハプスブルク家の福井を目指す運動に熱心に協力し、順位の元交代をトーフォン・ハプスブルクとも親しく、連絡を取り合っていた。兄弟は1930年代には、五国団にも加入していた。 兄弟は1938年のドイツ第三帝国によるオーストリア合法をオーストリアの自主独立を脅かすとして非難したため逮捕されてダッハウ強制収容所に送られた。ホーエンベルク兄弟の全財産はナチ党政府によって没収され2万ヘクタールの広大な所領はナチ党政府の所有に返した。これはオーストリアでナチ党が行った。 最大規模の紅葉徴収の一つであった。ナチ党のホーエンベルク兄弟に対する仕打ちは、西側諸国の大きな非難を引き起こした。エルンストは、アニマックスの釈放後も留置され、ブーヘンバルと強制収容所に移された後、1943年に、ようやく解放された。第二次世界大戦後、エルンストは、オーストリア連邦政府の資産保全、経済計画担当大臣、 ペーター・クラウラントの協力で没収された所領を取り戻すことに成功した。エルンストは強制収容所での虐待と酷使によって健康を激しく蝕まれ、1954年に49歳で死去した。意外は一族の本拠であるアルトシュテッテン城の付属教会の墓所に安置された。1936年5月25日にウィーンにおいて、 イギリス人のマリー・テレーズ・ウッドと結婚し、マニ二人の息子を設けた。ホーエンベルク公爵家は当主のみが、ホーエンベルク公爵と称し、その他の生員は、ホーエンベルク公爵と名乗る。ただし、オーストリアでは1919 19年の貴族制廃止法により、すべての貴族称号は、法的に廃止された。では、アデル・ウント・ダイ・ナチス、テイユに、ライヒ・ムライヒ・イン。 プロフィール、ナンバー、32、08、27、マイ2004、オブジェルフェニエーム27、ジュニ2011、フリッツ・キーファー、ジュデンバー・フォールグ・インドイッチュランド・アイネ・インネレ、アンジェロ・ゲンハイト、2002、S159。ありがとうございます。